チャオボンジョルノトゥッティ、皆さんこんにちは。イタリア現役オペラ歌手の金澤澄香です。トスティ歌曲の歌い方「ソーニョ」、夢を題材にしてシリーズでお届けしています。第2回目は作曲家トスティについて、そしてイタリアロマン派の音楽についてお話しします。作曲家のトスティはイタリアのダブルッツォで生まれました。時代はですね、1846年から1916年、ということなんですけれども、トスティは、主に歌曲を書いた作曲家です。イタリア語の他にも、ロンドンに移住したりして英語の曲とか、あとはフランス語の歌曲も書いてますし、あとはアブッケラのように、ナポリのナポリ民謡を取り入れた曲なども作曲しています。トスティの音楽の特徴はやっぱり甘美なメロディー、すごい美しいメロディーと、その和声感にあると思います。トスティはイタリアのロマン派、ことに後期ロマン派の作曲家です。ロマン派っていうのは、その前の時代のその啓蒙主義、理性的にこう考えていくという啓蒙主義に反して、生まれたものなんですけれども、もっと人間的にこの感情で、こう表現していくっていうのがロマン派です。ですからその啓蒙主義の時代、モーツァルトとかベートーベンとか、割とドイツで盛んになったその器楽的な音楽というその形式の中でこう表現していくっていうものから、もっと人間の感情ですとか、もう少し日常のその人間味のところを表現していくというのがロマン派です。でイタリアのロマン派代表する作曲家としてはですね、ベッリーニ、ドニゼッティ、ヴェルディ、もうヴェルディ最高潮に行くんですけれども、イタリアのオペラ全盛期ですね、イタリアのオペラが、繁栄していたっていう時代です。でこのトスティもちょうどこのヴェルディが生きた時代、ヴェルディは1813年生まれですね。そこから80歳ぐらいまでいきますけれども、彼がこう活躍してた時代に、生きた、作曲家です。トスティを歌う時にはその詩の内容ですとか歌詞の内容を理解した上で歌う必要があります。トスティの歌曲を歌う時に重要なことは、今まで申しましたように歌詞がまず一つすごく大事です。それからもう一つはその特徴として甘美なこのメロディーですね、これをフレージングしていくっていうこと、これが重要になります。言葉の上に息が乗ってこう音楽を奏でていく、メロディーを紡いでいく、そのフレージングをきれいにこう歌っていくということがとても大切になります。言葉を理解して息に乗せたその声でそのフレーズを作っていくということで、人間のその感情ですとか思いとか個々のその思いというのをこの音楽で表現していくということになります。まとめますと、啓蒙主義時代の理性、頭でこう考えていくっていうものではなくて、心が動くもの、こう人間らしく、表現するっていうのがロマン派ですので、また歌い方も変わります。そしてことにこのトスティを歌う時には詩、歌詞がとても重要です。ですので第3回目、次回ではですね、このソーニョを取り上げて、ソーニョの歌詞の内容を皆さんと一緒に見ていきたいと思います。また次回もお楽しみください。少し私のオンラインサロンについてお話しさせていただきたいんですけれども、住香金沢声楽オンラインサロンというのを、5月から、リニューアルしてやっております。オンライン上で私の勉強会ですとか、あと YouTube には公開してない未公開の映像などを、Facebook の非公開グループで掲載して見ていただけるようになっています。海外、国内外から著名な先生をお招きして特別勉強会っていうのも開催しています。ぜひご興味ある方、概要欄に詳しく書いてありますので見てください。